おはようございます、マーティン。では、マガリータ、キングタクです。これで健康診断終わりましたが、血圧がどうも高いですし、視力もちょっと微妙です。ちょっと視力が問題ですね。というわけで、お昼食べます、どっかで。はい。弁当もらいましたので、はい。じゃあ、健康診断で終わった、お弁当、いただき、マーティン。はい。確か酢の物と漬物と鮭とトビとひじき、健康にいいですね。はい、うのち飲めばもう健康にいいね。うん、じゃあいただきます。美味しいちゃん、うん、まさに健康バランスがグッド。確か私の身長は175センチぐらい、体重は65ジャストぐらいです。はい、ただ視力が全然弱いです。 0.54 ぐらいですね。はい、多分もしかしたらメガネ必要の可能性もあるかもしれない。自分も比較してます。あとは血圧が問題ですね、自分も。まあ、19歳の子、確か血圧ちょっと高かったみたいで、医者に行ってみた、行ったんですけどもね。うん。薬出なかったね、はい。じゃあ、ひじきいただきます。うん。鉄分いいね、うん。これ、酢の物?うん。うん、酢は体にいいね。すいませんけど舞台は、ふるさとでお送りしております。すいません。はい、オーナーさんおります。じゃあチキンいただこう。うん、確かに鳥は健康志向だというダイエットのお話で、うん、うん、おいしいちゃん、うん、ただ一つ残念ですね、自分は。うん、確か郵便届くのは確か21日の予定です、金曜日。はい、多分最悪というか2つ最悪の可能性高いです。どうも、もしかしたら医者に行かなきゃいけない可能性が高いです。治療だったら最悪です、そりゃ。うん、
ごちそうさまーティン、うん、多分恐怖の結果で終わってしまう可能性が高いです。ファンの皆様本当に申し訳ございませんでした。でも私はでも健康です。ただ目と血圧だけは問題なのでしょうがないです。早く医者で治すというか、どのような判断が下されるか分かりませんが、結果は21日、乞うご期待。それじゃあさよならじゃないや、まだ企画がございますので、また後ほど。はい、あのスイーツを食べていきマーティン。新企画、鶴岡アラート団。はい。それでは、鶴岡アラート団ということで、飲食業界を立ち上げようという企画で、このクレープ、本当はお持ち帰りだけど、ここでいただきたいと思います。うん、涼しい、うん、甘うま、うん、甘、おいしいちゃん、山形、はい、や鶴岡アラートランという企画を今日から新企画スタートしてます。まず初回は H&P のお店にクレープを食べてきました。本当に美味しいちゃんです。こうやって持ち帰るのもいいですね。持ち帰ってくるのもさすが very good。 というわけで今日の動画はこれで以上にします。それじゃあさよなら、バイバイ。